言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、ですね、ダンクショーケースの第3弾が決定しまして、出演者も決定しましたね。で、番組もやってましたね。 TVer にもすでに上がってます。内容については見ていただければと思いますが、まあ高橋海人さんですね、キング&プリンスの海人くんがスカイハイと対談をする形でしたし、なんかこう2人ともこうホワホワしてる感じで可愛い空間でしたね。で、まあその話もありつつで、高橋海人くんとスカイハイさんの出会いだったりとか、いろんな話があって、スカイハイの家にも行ったらしいみたいな話もしておりましたが、とにかくそこについては見ていただくと。で、私はまあベスティ BE:FIRST のファンなので、やはりこう BE:FIRST のファンとしてこのダンクを語るっていうことにはなりますね。まあ BE:FIRST もしかしたら日にちによっては出ないんじゃないかなんて思っていたりもしたんですよ。来年ワールドツアーがありましてね、それに照準合わせるのかなとか思ったりしてて、っていうのが、まずその1月11日にノーノーガールズザファイナルがあるから、その昨日出した動画の段階ではその辺よりは何ヶ月か後ぐらいにするんじゃないかなと普通に予測を立てました。外れました。拍手じゃないんだよな、拍手じゃない、まあでも拍手じゃないんだけど、まあ考えてみりゃそうかって思いました。1月11日がノーノーガールズザファイナル、今ね BMSG がやってる、ちゃんみなさんと BMSG がやってるオーディション、ガールズオーディションで、1月11日がそれで、ダンク第3弾ショーケース1月12と1月13です。3日連続ね、 K アリーナお世話になっております。 BE:FIRST や BMSG 関連以外でも何回も行ってます、お世話になっておりますね。それこそ BMSG フェスも見ました、あそこで。いいとこですね、音響もいいし、ただちょっと駅から歩く、あと道が狭いで、まあ当たり前かと、当たり前かっていうか、そりゃそうかと、3日間借りた方が安いはずなんですよ。うん、あのね、それはまあ会場借りるっていう部分で、それはそういう感じになりますわね。1日借りるよりもドームとかだって、結果そのまあ何日かの公演をやるっていうのが多いっていうのは、そういう理由があるって聞いてますよ。それについては私も個人の規模ですが、ライブハウスやクラブを借りてイベントをやってたことがあったんで、それはまあね、連続で借りられた方がね、そりゃ安いんです。うん、だからその規模でも、アリーナドームの規模でも基本のとこは同じでしょうということですね。はい、そう、イベント主催もしてました、いろいろやってます。あの、自由に生きるっていうのっていろいろやんなきゃいけないんでね、まあ、自由って何って話になってくるけど。で、まあ出演者の話ですよ。で、結局その BE:FIRST のワールドツアーの話も当然だけど、1月ってわけにはいかないから、じゃあこれで BE:FIRST で出るのが良かったなと思ったりしましたしね。まあ BE:FIRST 出てくれないとなっていうところは正直あります。まあそれは私がベスティだからかもしれませんが、現状ね、やっぱりダンクショーケース、ダンス&ボーカルの垣根を越えてっていうイベントではあるけど、当然その BMSG アーティストが出ないとっていうところはあるわけですし、集客っていうところでもそこがやはりでかくなってくるっていうのは、それは当然の話ではあって、で、まあ、そこも含めて、ただですけど、なるほどって思いました。 BE:FIRST の扱い方を変えるんだなってとこですね。まあもう見た方もいらっしゃるかもですし、まあ、小さくなるかもしれませんが、ここに、そうですね、1月12日と1月13日の出演者貼っときます。ちょっとでかくできればでかくしますね。はい、あ、でもそうか、私がちょっと小さめでこの辺に収まればいいのかな。うん、で、まあ1月12日がスカイハイ、超特急、高橋海人、サイキックフィーバー、エンティームで、アパートメントビースペシャルセッション、
ここがアリのレオさん、ドスモノスのソーシッドさん、ダンサーの青井山田さん、ダンサーというかあの方はもうね芸術家ですわね、もうね。で、ビーファースト、ショーマイナーサベージ、スペシャルセッションですよ。これねめっちゃ楽しみですね。うん、アンドモアって書いてあるからアンドモアなんですけど、まだまだ来るんですけど、あのいや絶対楽しいんすよ。あのね、多分本当にフリーセッションなんかもやると思うんですけど、これねベスティはじめとしてダンクに参加する人たちであればきっといろいろと面白いことがあると思う。言うてダンスユニバースネバーキルドなので、アパートメント B スペシャルセッションに関してはその踊らないっていうところ、当然そのレオさん、ソーシッドさんはダンスをする人ではないからね。でショーマイナーサベージ、まあショーマイナーサベージは言うてもねみんな踊れる人だから、まあただ歌メインな感じは、まあソータ君、マナト君、ショータ君なわけだけど、青山田さんは完全にこのダンス、ね、ユニバースネバーキルドに出るのにふさわしい方ですね。うん、まあそんなことも思います。でまあダンサーさんとかのね出演もこれから決まってくる気もするけど、まあ、とにかくそこも含めですよ。まあそれが12日、まあ番組の中でも言ってますが、踊る方にフォーカスがいってることが多いから、踊らない BE:FIRST っていうところにフォーカスを当てたいみたいな、そういうのがスカイハイ社長としてもあるような話はしてましたね。でまあそちらが12日、まあ貼ってあると思いますが、で13日がスカイハイ超特急高橋海人、 BE:FIRST、 アイルダ・ショータ、エンティーム、マーゼルでアンドモアですね。はい、ということで、まあマーゼルはこの13日に出る、でアイルザ・ショータとショーマイナーサベージでは出るけど、アイルザ・ショータとしては、まあ、ソロとしては13日で、ビーファーストのスペシャルセッションではないバージョンでのものは13日の方っていうことみたいですね。でここでやはりね、コメントでもいただきましたが、超特急出てほしいって話もあって、私も実はそれを思ってました。超特急のライブはむちゃくちゃ楽しかったんでね。その他だとね、超特急に関してはテレ朝ドリフェスでもね見ましたけれども、むちゃくちゃ楽しかったですよ。第1弾の時にね、あのバッタマンでバッタバッタしましたし、むちゃくちゃ踊り倒しまして、次の日筋肉痛でしたがはい、超特急が出ます。12と13両方ですね。でエンティームも出ます。もうエンティームはね、もうこのダンクショーケース欠かせないグループな気がしますよ。ね。しかもやっぱりこう感慨深いのが、まあ前にも何度も言ってる気もしますが、エンティーム、現エンティームのケイ君はですね、私がボーイズグループに興味を持つきっかけに結構なった人と言っちゃっていいぐらい。それまでも、まあ、BTS とかセブンティーンとかはちょっと聞いてましたが、まあ、K-POP っていう意味合いで、特にナムグル、つまり男子グループっていう意味合いでは、そのアイランドの時のエンハイプンから来まして、K はそのエンハイプンではデビューできませんでしたが、エンティームになってみて、ね。で、結構 K 推しだった時期もずっとなわけです。ね。で、その K、とまあ結局今の現第一推しの BE:FIRST が絡んでる世界線っていうのもすごいと思ってるし、自分がそのヒップホップっていうねジャンル自体を好きになった時期に超イケメンのラッパーがいるぜって感じで、もう鳴り物入りで出てまいりました。スカイハイが何しろリーダーでというところもありつつでね。でまあ本当に以前だったらおそらく興味を持たなかったであろうキング&プリンスの高橋海人くんであったりとか、その辺もいるというのも素晴らしいと思っていますしですね。まあそういうとこもある。でサイキックフィーバー、 LDH、 やっぱ LDH のグループはねどうしてもここに欠かせないですから、うん、ダンスユニバースネバーキルドですから、はい、ということですよ。あ、でオープンが15時30分、スタートが17時予定ということになりますね。両方ともそうかな、12と13ね。まあだからどのぐらいで終わるんですかね。だから17時
スタートだから、まあ、22時くらいまでは、5時間くらいまでは別に行けるよっていう、まあ、電車とかもろもろある人もいると思うけど、5時間は長いかな。休憩時間とかもね、なかなかなもんですから。ね、まあ、とにかくどのぐらいやるかは分かりませんが、そんな感じですね。今ちょうど音楽ナタリーさんのポストでね、キンプリ高橋海人が初出演、一人で立ち向かうということに震いますみたいな、そういう見出しで書いてございますけれども、まあ立ち向かうと言いつつも楽しんでもらえればと思ってますよね。楽しんでくれるでしょう。どうもね、ティアラの方や海人くんファンの方、あとはね、一部そのナンバーアイのファンの、アイリーズの方からも話はいただきますが、結構人見知りだって話があって、ただあれでしたけどね、ソータくんと思い出の地であった番組、あそこでのカイトくんは非常に気さくな感じに見えましたが、あれは当時ティアラの人が、こんなに打ち解けてるカイトくんはなかなか見れない、貴重であると。そんなことも言ってました。まあ、貴重であるなんて言い方してませんがね。それ私が脚色したけど。はい。はい、脚色してね。今回着色してます。緑にね。ダンクショーケースの N がね。赤信号から青信号ってことですかね。うん。シグナルはレッドからグリーン A ですね。シグナルはレッドからグリーン A ですね。なんか今BMSG ウエストの曲歌ったはずなのに演歌っぽくなった気がした。私の昭和のバイブスが出ますね。まあ、昭和後期のバイブスは放棄して、そのまま正気を保って、同期息切れを気にしながら、はい、第2弾といいますか、第1弾のアーティストの話もしまして、第2弾の話というか、予測もします。なんかテンションおかしいなと自分で思っています。第2弾ですけど、まあ、つまり、私予測で、ノーノーガールズのデビューグループ出るかななんて思っていたんですが、まあ、現状、出ないかななんてちょっと一瞬思った。昨日一瞬思ってその件で動画出そうとしたけど、酒飲みすぎて寝たんで出せませんでした。一日経ちまして、待てよと、まだ第1弾ですよとね、アーティスト第2弾あるよねっていうことですよね。第2弾アーティストオープニングアクトとかまだ出てないじゃんつって、まあ、最近動画でもまだ別個で語ってますが、XY がね、第1弾の時のオープニングアクトをやって、むちゃくちゃ盛り上げていたなというところは、P ちゃんかっこよかったなと。うん。まあそんなことも思ったりしたわけですけど、まあもしかしたらですけど、やっぱりね、まあザ・ファイナルで決まってから次の日あたりにライブできた方がいいっすもんね。てか、やりそうな気がする。女の子が出てもいいっすよね。まあ、そこで言うと、アパートメント B スペシャルセッションで、青山田さんがいらっしゃるし、うん。まあ、リエハタさんもね、うん。そう、リエハタさんもいらっしゃったわ。うん。女子出てもいいっすね。うん。これ、リエハタさんもご自身でも言ってましたが、なんかみんな、私が女だってこと忘れてるでしょって、ソータ君とかに言ってましたからね。確か言ってましたから。まあかっこいいっすからね。うん。まあそこありなんじゃないかなっていう気がしてますし、今回青山田さんも出られるからいけんじゃないかって思ったり、まあ昨日一昨日の動画でも語らせていただきましたが、昨日だったかな、うん、女性出るっていうことに関して皆さんどうですかっていう感じで、まああるんですが、まあそれについてもこの動画のコメントでもいただいても大丈夫ですし、私としては全然、うん、いいと思ってるし、もうなんかね、やはりね、いろんな考え方あると思いますけども、 BMSG アーティスト、 BE:FIRST をはじめとした BMSG アーティストを応援している身としては、ジェンダーとかでいろいろ語るっていうのもね、そもそもそれが BMSG の精神と感じ取ってどうなのかなっていう風に、そういう気もするので、まあそれでもいろんな考え方あっていいとは思っています。うん。まあだからノーノーガールズのデビューグループ参加するかなって思ったりしてます。あとは高橋海人くんが出るということで、ただキング&プリンスは実際にはもう自分たちで会社を作ってそれでやってらっしゃるっていう、そういう立ち位置なんですよね。で、
そうなってくると、そういう感じで出る人たちっていうのが他にもいるかもしれないと思ってて、個人的に出てほしいのは、堂本剛くん。エンドリケリーの堂本剛くんですね。そう、エンドリケリーとして、アパートメント B にも出てくださったりしましたし、私も個人的にファンでもあるので、エンドリケリーがスペシャルセッションに混ざれば、そう、この動画の最初の方でスペシャルセッションめっちゃ楽しいんすよって話をしたのは、堂本剛くんのバンドエンドリケリーのスペシャルセッションを計3回見ていて、3回目はねドリフェスだったのでちょっと短めでしたが、それがもうあのちょっと言葉は聞かなくてすいませんけど、クソほど楽しいんですよ。まあこれがね、あのそれだけ楽しいっていう風に思う人と、なんかダンスもっと見たいなって思う人もいるかもしれないんだけど、音楽っていう部分、まあ翔太くんの言葉を借りるけど、ダンスもその音楽の表現だと思ってると、そういう意味合いで言うと、ダンスも音楽もセッションも全てがそうだし、そう、まあだからそこもいけそうだなと思ってますよ。エンドリケリーにもちょっと出てほしいなと思っています。ただまあダンスユニバースネバーキルドなので、基本エンドリケリーは踊ったりはしませんので、スペシャルセッションで出るっていうパターンが多いのかなって気がしますがね。はい、っていうのが一つ、まあエンドリケリーですね。あとはトラビスジャパン出てくれないかなと思ってます。まあドリフェスで見ましてめちゃくちゃ盛り上がりましたし、トラジャのいろいろなやってることとか、そういうところもやはりかなり BE:FIRST や BMSG とフィールするところが多そうだなって気がしてるのでね、そこも行ってほしいなっていうところです。はい、まああとはね、そうだな、なかなかジャンルとしてというか、まあジャンルとしてはいけるんだけど、実際どうかなっていうところで、ストーンズフェスに最近よく出てますね。うん、まあストーンズが来るとかなりまあ集客とかの部分で倍率高くなりそうだが、まあそれ言ったら高橋海人くんがいる時点で倍率高くなっちゃうけどね。まあその方がいいんで、ストーンズ出てほしいなというか、多分ですけど BE:FIRST とかと気が合いそうな気がしているのですよね。先輩には当たるけど、私の感覚はその辺で、まあ出てほしい人たちはその辺で、三浦大知さんとウィンズ、ダパンプ、ベテラン勢として、そう、まあ三浦大知さんはスカイハイとほぼ同期だと思うけど、ウィンズだったりね、それから、うん、三浦大知さん、ウィンズ、ダパンプあたりだと先輩に当たるわけだけど、その辺とかね、うん、だったらニッシーも出てほしいし、ダイスも出てほしいとか、いろんなことになっちゃうけどね。まあ全部言ってるとキレがなくなっちゃうか、うん、じゃあこの辺にしときますが、皆さんのね、まあサムネにもしますが、皆さんのコメントとかも教えていただければと思ってます。コメントっていうか出てほしい人、うん、ガールズグループもね、ミーアイとか出てくれないかな。でもラポレーゼ難しいんですかね。今回も JO1 ANI の名前ないんですよね。わかんないんですけど、うん、まあちょっとその辺も第2弾以降期待したいと思います。もしかしたら、もしかするかもしれません。私は未だにやっぱり特に INI、うん、出てほしいと思ってます。やっぱりね、BE:FIRST INI のあそこの絡みの最初の部分っていうか、あそこが結構のでかいもんでしたからね。はい。だと思ってますよ。本当に。ね、同期だし、完全な同期ですからね。うん。で、まあそれと、まあそうですね。うん。難しいかもしれないですけど、ナンバーアイ、うん、出てほしい。高橋海人くん、いやでも本人同士は絶対仲いいんだよね。でもそうなってくると永瀬廉君だけ出ないっておかしいか、ちょっとさすがにおかしいか。ナンバーアイの線は薄いっすかね。でも 2B からも出てほしいんで、ちょっと IMP また出てくれないかなとか、ちょっとね、いやどうなんでしょうね。まあその辺ちょっと 2B 勢は正直今回違うのかなって気は少ししてますが、ただスカイハイがやることですからね、ダンクがやることですから、私たちの予測なんかぶち破ってくる可能性高いんでね、その辺もちょっと期待したいと思いますよ。はい、というわけで、まあ BE:FIRST ファンベスティとして語りましたが、まあそんな感じで、でここの全ての人たちと BE:FIRST のメンバーでいろいろと絡みがあってほしいなというところも含めてね、やっぱり考えておりますよ。まあ高橋海人くんとね、颯太くんとの絡みっていうのが多めだけど、他の6人との絡みっていうのも見てみたい気がするし、うん。
その辺含めてですかね、っていう感じです。で、まあ BE:FIRST ファンといいますか、その形で語るので、またダンクの予測なんかもね、後々にと言いますが、また出てくると思いますんで、BE:FIRST のちょっと直近のスケジュールというもので、大きいものだけ語っていきたいと思います。11月の今日は8日ですけど、まあ、本日もね、日本テレビのマイターニングポイント、未来に挑む冒険者たちなんかがあったりはしますし、あとは、まあ、ダンクショーケースのチケットの発売がされてますね。こちらが17日までになりますね。8日から17日までっていうところ。あ、そういえばあの、ノーノーガールズの動画でコメントいただいて、私がどこで買えるのかって話した時に、アーキテクトレジデントで買えますよってコメントありがとうございました。私そのB タウンレジデント入ってますんで、あの無事あの応募できました、チケット。はい、11日。そしてこの動画編集もろもろ終わって、アップロード終わったら12、13ダンクの方も買います。はい、またお金がなくなりますね。いいんです、別に推し活はそういうもんですし、他のとこの推し活に比べたらとっても優遇、あのとってもあのいい推し活させてもらってます。積んだりしなくていいんで、ええ、まあ積むっていうのもね、別に完全否定はしませんが、私はちょっと昔から苦手で、はい、あでもその全然そういうのはあるっていうカルチャーなのは知ってます。で、まあ、8日はそれですね。まあ、とにかくチケット、ダンクのチケット発売もあるし、まあ、ノーノーガールズ、今回のはちょっと違うけど、そちらもチケット発売してますね。はい。で、まあ、今日が8日で、9日ですけど、まあ、J-Wave のミリオンビリオンね、ジュノン君、リュウヘイ君がナビゲーターで、今回なんとシャープ111で111回ですね。で、非常に BE:FIRST としても1が並ぶととても縁起が良いエンジェルナンバーということでね。で、ワンピースの特別編を先週2日の日と今週、まあ明日ですが、9日の2段にわたってやりますと。で、ソータ君、シュント君、リュウヘイ君でワンピース会をやると。いや、オタク語りがね、先週も可愛かったですけども、彼らがね、私たちと同じオタクになっておりましたね。はい。で、そちらがあるのと、あとは、ザ・ゲームセンターですね。これも11月26日ですが、これのアップグレードチケットの当落が明日出るということで、行かれる方は楽しみだと思います。はい、全部語ってるとあれなんですけど。で、9日に関しては、セイリング、あの、ワンピースのエンディングテーマ、セイリングの Apple Music、Spotify のリスニングパーティーがステーションヘッドでやりますと。で、こちら、チャットの方に、シュント君とリュウヘイ君が参加する予定となっていますと。はい、ですね。はい、まあ、その感じでございます。で、10日はあのワンピース魚人島編のシャープ2がありまして、こちらは BE:FIRST セイリングがエンディングで流れますということで、ちょっとね、私もあの BE:FIRST をきっかけでワンピースって思ったけど、さすがに長すぎてあれなので、ただ、さすがにね、フランキーだったりとか、ロビンだったりとか、さすがに麦わらの一味の顔っていうか、メンバーは知ってるんで、魚人島編ならいけるかななんてちょっと思ったりもしたんで、ここだけ見ようかなって感じで考えています。はい。で、10日がそれで、さらには、セイリングの Apple Music Spotify Listening Party、こちらステーションヘッドで、レオくん、マナト君がこちらチャットに参加する予定でございます。はい。で、12日の火曜日が、ザ・ゲームセンターのユニフォーム、事前のインターネット販売が、12日火曜日までになります。ということで。はい。で、さらには、まあ、いろいろありますが、そうですね、14日ですかね。うん、14日のこともサムネにも入れます。でかいんで。読売テレビ日本テレビ系ベストヒット歌謡祭2024、BE:FIRST出演ですね。マスタープランをやりますということおよび、YouTube の同時生配信企画のニューヨークの裏ベストヒット歌謡祭、こちら何しろニューヨークのお二人はレオくんが仲良しなので、レオくんが出るときにそういう感じでいろいろと絡みがあったらいいなと。そうですね。で、まあ、マスタープラン、史上最高難易度のダンスが話題の楽曲を一夜限りのスペシャル振り付けでパフォーマンスということでございます。で、11月14日木曜日夜7時から3時間生放送ですね。応募された方もいらっしゃると思いますが、
ナンバーアインは別のところで出るようなので、そことの絡みがまたちょっと見れないかなっていうところはありそうですが、ただ分かりません。今後の発表もあるかもしれない。ただまあ14日ってもう1週間切ってんだよね、うん、そうこの段階でさすがにないかな。まあとにかくね、みんな忙しいですからね、なかなかね、うん、その辺含めて、まあベストヒット歌謡祭が非常にでかいっすかね。なのでまあチケット関連もろもろが、まあ、今のうちに買っといた方がいいっていうのと、Apple Music、Spotify が聴ける方はステーションヘッドのリスニングパーティー、もうね、あのなんていうかストリーミングめっちゃ大事ですから、そこの部分の話もありつつだし、まあラジオだったりとかもろもろあって、で大きいのが14日木曜日のベストヒット歌謡祭っていう感じになりますかね。はい、またスケジュールとかもろもろね、直近でも出していく感じにできると思いますんで、で、もろもろ動画とかチェックしていただければと思っています。はい。というわけで、ダンクショーケース第3弾の話とか、考察とか予測とかした上で、BE:FIRST 直近のスケジュールも語らせていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。ベストヒット歌謡祭ですと、見ないときっと、ああ、後悔、つってね。ヒット歌謡祭きっとあ後悔っつってね、うん、やっぱりテンションがおかしいな、おかしいと思ってる。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部グランパンパースでした。はい、ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげをもちまして登録者数様が2万3000人を超えました。本当にありがとうございます。引き続き3万人を目指して頑張っていこうと思っております。もしまだ登録していらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、よろしければ登録をお願いしたいと思います。YouTube 登録は無料でございますので、大丈夫ですし、仮に登録を解除したとしても、皆さんに通知とかは行きませんし、私にもお知らせは来ませんので、大丈夫です。はい、一度、解除された方で、また、また登録してやろうかなって思ったら、もしよかったら、また登録もお願いできればと思っています。はい、励みになりますので。はい、そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。引き続き精進してまいります。それでは失礼します。